ニュースマグビです。韓国政府が自国の若者たちを強制動員して働かせていたことが明らかになりました。1961年、パク・チョンヒ政権は国家再建と不老児の取り締まりを理由に大韓青少年開拓団を設立。戦災孤児など1700人に及ぶ青少年を干拓事業に強制動員し、無賃金で働かせており、過酷な労働により死者数は実に119人に上りました。この問題は今年に入るまで韓国国内で知られることがなく、ドキュメンタリー映画によって真相を知った観客に衝撃を与えたそうです。ほくろを除去したことで話題になった宮沢りえさん、実は今極秘で映画の撮影中とのことで、サンタフェ以来の姿に挑戦するかもしれません。映画関係者によると、クランクインは11月で、劇中に濃厚な濡れ場があるとのこと。監督は蜷川実花さんで、主演は小栗旬さん。原作は太宰治の人間失格で、来春以降の公開を予定しているそうです。宮沢さんが演じるのはメインヒロイン、過去に出演したラブシーンを超える表現があるかもしれないとのことです。11月30日に行われる戦国義俊のお別れ会、案内状に永田町の白状さがにじみ出ていると話題になっています。政界関係者によると、発起人には代表経験者から現在の旧民主党系政党のトップまでずらりと名を連ねた、ところが本来なら筆頭格でもおかしくないあの人がいないのですとのこと。あの人とは鳩山由紀夫氏のこと。旧民主党系の現役代議士は、すぐに我々が予想できない言動をする、もう鳩山さんには関わりたくないとコメントしています。雑誌のニュースを動画でチェック、ニュースマグビ。